待たせしました。じゃあ4曲ほどやらせていただきます。はい、では1曲目、ザ・ピーナッツさん、恋のバカンス。ため息の出るようなあなたの口づけに甘い恋を夢見る乙女心よ、銀色に輝く熱い砂の入れてあるんですけど、今日は優しさに包まれたならをやってみたいと思います。これはなんか映画の曲ですよね。違う？あ、嘘ついた。あ、魔女の宅急便。あ、よかった。魔女の宅急便っていう映画があったんですけど、それの曲ですよね。はい。ちょっとアップテンポで。不思議に夢を叶え
もう本当中学卒業してからかれこれ20年で、そうだよ、だって20年っていうのもそうなんですよ。もう毎年あの規模中文化祭っていうのは、まあ、3回目なんですけどやっていて、まあ、あの今年は介護で行けないんだとか言われたり病気しちゃったんだとかって言って、でもあのなんか毎年こういう会をやってると、あのそういう方たちもね、来年はいけるから続けてねっていうような声を聞くと、まあ頑張ろうかなって思って、そんな感じでやってます。じゃあありがとうございます。まあ、懐かしい曲をあと2曲歌わせていただくんですけど、まあうん、はい、あの素晴らしい愛をもう一度。命かけてと誓った日から素敵な思い出残してきたのに、あの時同じ花を見て美しいと言った二人の心、もう一度あの
知らずに溢れてくるのさ。あの時風が流れても変わらないと言った二人の心と心が今はもう通わない、あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛を。久しぶりにやったのでちょっと怪しかったかもしれません。はい、それでは最後の曲です。三木京 の夏祭りの白姫神社の夏祭りの時にもそこに出させていただいて、本当に楽しい経験をさせていただいた、思い出の曲やらせていただきます。皆様手拍子をお願いします。狭いとこで最高。